ソロモン・ハウモノは、オーストラリア国籍のプロボクサー、元ラグビーリーグ選手。ニュージーランド・オークランド出身。身長188センチメートル、リーチ188センチメートル。第18代、第19代アプブ・フ東洋太平洋ヘビー級王者。第16代パワヘビー級王者。元々は、ラグビーリーグの選手で、 ナショナルラグビーリーグとスーパーリーグで活躍した。2000年にラグビーリーグを引退し、ボクシングに転向した。2000年7月3日、シドニーでのデビュー戦を2回小勝ちで、デビュー戦を白星で飾った。2001年7月13日、4戦目で、ニューサウスウェールズ州ヘビー級王座の獲得に、成功した。同王座は一度の防衛を果たした。2002年6月14日、 ファトゥチマノの戦を最後に一度ボクシングを引退し、ラグビーリーグに復帰することとなった。2007年にボクシング復帰。同年3月7日に5年前に戦った相手と対戦し初回小勝ちでブランクをものともせずパワーを見せつけた。2008年8月27日、クリフ・コーザーとヘビー級8回戦を行い、3から0の判定勝ちを収めた。デビュー戦から続いていた。 連続小勝ちは14で止まったものの、デビュー戦からの連勝を15に伸ばした。2009年3月11日、元アップグフ東洋太平洋ヘビー級王者のコリン・ウィルソンとヘビー級10回戦を行い、1から1の判定で引き分けた。キャリア初の引き分けで、デビュー戦からの連勝が16で止まった。2009年8月16日、ジャスティン・ホワイトヘッドと、 WBF インターナショナルヘビー級王座決定戦を行い、プロ初黒星となる1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。デビュー戦からの連勝が16で止まった。2009年9月18日、アプブフ東洋太平洋ヘビー級王者、マイケル・カービーと対戦し、10回21秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2012年7月5日、 オークランドで、ジョーイ・ウィルソンとヘビー級8回戦を行い、1から1の判定で引き分けた。2012年9月7日、フランクリニエゴビと、オーストラリアヘビー級王座決定戦を行い、10回2分5秒、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2012年12月31日、日本の大阪で、自身の王座返上に伴う、 アップブフ東洋太平洋ヘビー級王座決定戦を藤本京太郎と行い、5回57秒、TKO 勝ちを収め3年ぶりの王座帰り先に成功した。2013年4月28日、ビタリクリッチコに挑戦経験あるケビン・ジョンソンとヘビー級契約での試合を行い、プロ初の小負けとなる10回 TKO 負けを喫した。2014年10月2日、 2012年12月31日にアプブフ東洋太平洋ヘビー級王座を退官してから一度も防衛戦を行わなかったため王座を剥奪された。2015年10月30日ニューサウスウェールズ州レッドファーンでハンターサムとパバヘビー級暫定王座決定戦を行い12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 2015年11月10日、WBA は最新ランキングを発表。上述のサムセンに勝利し王座獲得に成功したハウモノを WBA 世界ヘビー級14位にランクインした。2015年12月10日、WBA は最新ランキングを発表。ハウモノを WBA 世界ヘビー級14位に据え置いた。二千十六年一月十九日。 WBA は最新ランキングを発表。ハウモノを WBA 世界ヘビー級ランキングから15位以下に除外した。2016年4月8日、WBA は最新ランキングを発表。ハウモノを WBA 世界ヘビー級13位にランクインした。2016年4月27日、ブリスベンのブリスベンコンベンションエキシビジョンセンターで マヌエル・アルベルト・プチェタと WBA オセアニアヘビー級暫定王座決定戦並びにジョセフ・パーカーの王座剥奪に伴うパバヘビー級王座決定戦を行い6回小勝ちを収め WBA オセアニア暫定王座とパバ王座の正規王座認定に成功した2016年5月6日 WBA は最新ランキングを発表ハウモノを WBA 世界ヘビー級12位にランクインした。2016年6月8日、WBA は最新ランキングを発表。ハウモノを WBA 世界ヘビー級11位にランクインした。2016年7月14日、WBA は最新ランキングを発表し、ハウモノを WBA 世界ヘビー級11位に据え置いた。 2016年7月21日、クライストチャーチのホーンキャッスルアリーナで、WBO オリエンタルヘビー級王者で、アップブフ東洋太平洋ヘビー級王者の、ジョセフ・パーカーと対戦し、4回1分35秒、TKO 負けを喫し、WBO オリエンタル王座の獲得、アップブフ王座への帰り咲きに失敗した。2016年8月11日、WBA は、 最新ランキングを発表し、上述のパーカー戦に敗れたハウモノを WBA 世界ヘビー級ランキングからランク外とした。2017年6月24日、グダニスクのエルゴアリーナで元世界2回級制覇王者のトマシュア・ダメクトヘビー級10回戦を行い、10回0から3の判定負けを起死再起を果たせなかった。ありがとうございます。